けちゃうよ。あー、ラギジョンですよね。今日もやっていくんですけどね。皆さん、昨日ね、クララリーグ、見ていってくれた方ね、結構多いと思うんですけどね。応援ありがとうございましたということでね。とりあえずね、見てない人用に言うとね、ポノスはね、2位でしたね。ということでね、今日は、久々にね、自分の 1v1 のリプレイをね、解説しながら、まあ、このね、リーグのとか、まあ次の世界大会のとかね、語っていきたいと思います。ってことでね、やっていきたいと思います。よいしょ。なんですけど、いやー、マジでもう、本当に、やばいっすね。2位かっていう、もう本当に1位取る気満々だったんでね。いやーでもね、やっぱりこう、戦って、前回も俺らが負けたの、ノバ、前回もというか、この、昨日ノバに負けたんですけど、その前に負けた試合もノバ戦だったんですよね。そう。で、なんかね、やっぱこう、負けた時に思ったのが、前回というか、まあ今回ですね、今回、思ったのがね、やっぱこう、プレー面はね、個人的に結構トントンだと思うんですよ。相手もめちゃくちゃ上手かったんですけど、まあ、だけど、こっちの、もうね、全員がこう、ミスとか、ほぼなく、まあ、最善を尽くしてたんで、なんかプレー面では本当にトントン、ただ、なんかこう、デッキですね。まあ、見てる人はね、結構、感づいたと思うんですけど、ほぼ相性取られてたんですよ。と、それがやばくて、いやー、すげーなーって、こんな、例えばですけど、まあ、今までこいつがこんなの使ったことないとか、そういうのがね、来たりとか、これ来たら嫌だなーってのがマジでピンポイントで来るんですよ。そう、それがすごくて。まあ、やっぱりそういう面でね、負けてしまったなって思いますね。本当に、いやー、悔しいなー、マジで悔しい。本当になんかね、悔しいですね。ってことで、解説していきたいと思います。はい。なんですけどね。今回、まあ僕のね、が、風抜き出て、最初これエリゴレですね。エリゴレ対、相手はなんだっけな、新鋭対ロイホグ、かな。で、まあ俺の、なんだろうな、まあちょっと前にグロータイやってたのが俺ロイジェイだったんで、なんか、てかまあ俺は結構陸系のカードを使っていて、まあたまにペッカバルーンとかラバとか、まあ、新鋭体バルーンかな。をやってるんですけど、全部負けてるんですよ。ペッカバルーン、新鋭体バルーン、ラバー、今まで出していて、空をね。で、負けていて、すべて。で、そこまで確か俺3勝4敗だったんですけど、そう、で、そのうち4敗のうちの、3つが空だったんですよ。だから多分これ空来ない読みだったのかな、わかんないですけど、でもなんかやっぱノバこう対策してる感じなんで、まあなんか陸目立ってくんのかなみたいな。そう思ったんでね。まあとりあえずエリゴレでね、ぐっちゃぐちゃにしちゃおうかなって感じで。エリゴレにしましたね。ただ得意なデッキを出すっていうね。まあでもね、多分ノバやばいんですよ。マジでデッキがやばくて。KK とか麦が重くそこうやられてる感じだったじゃないですか。逆に俺とか焼き鳥とか、まあ、焼き鳥はでも勝ちすぎて対策されてるのかわかんないですけど。まあラットか俺ぐらいですね。そのだから、そのなんだろう。十分に 100% 対策されずに、こうなんか、ちょっと、なんだろう、いい相性当てれてるの。本当に、そんな感じですね。そうなんで、やっぱ目立ちすぎてるね。てか、上手いプレイヤーとかめちゃくちゃ対策されてしまうんで。まあ、ここはね、僕は、本当は3タで決めたかったんですけど。まあ、そんなところでね、試合を解説していきたいと思いますね。まあ、ここは、序盤はエリゴレの基本的な始まりとしては、まあ、ババ小屋立つで、まあ、ババ小屋まで4枚回して、まあ、またババ小屋立つで、相手がこう攻めてきたところを、まあ、カウンターして、まあ、序盤はあんま端前エリゴレつけないんですけど、これ相手のデッキ俺知ってて、ウッドしかないんですよ、呪文が。で、このババアたちがね、止まんないんでね。めちゃくちゃ迷ったんですけど、まあ試合なんで怖かったんでね、ちょっと、端前エリゴレ躊躇したんですけど、まあギリギリでこうつけて、で、これで攻め取るんで、まじあちゃ処理して、で、ウッド切ったんでね、ヒースピ追加して、頭にハンター来るかなと思って、ベビー追加ですね。で、まあそろそろハンター来るやろうと思って、ハンター来るのをずっと待って、タルババを今持ってる状態ですね。で、ハンター来たんで、タルババをね、転がしていくって感じで、まあとりあえず1本ですね。まあババ5体いたんで、まあさすがに折れるだろうと思ってましたね。いや、ここで相手がまあテンプレート1枚違う、まあ5とか、まあ持ってたらあれですけど、まあさすがにと思って。で、この俺髪の毛めちゃくちゃ多いんですけど、本当にね、ごめんなさい。すぐ切ります。プレイオフ終わったらね、切ろうかなと思ったんですけどね。マジ長いですね。これいつ、本当に長いんで、切りますね。まあそんな感じで。まあ一戦目はまあ相性良かったですけど、まあ俺の立ち回りも良かったですね。まあ、ちゃんとババア5体に、ちゃんと相手の呪文とデッキを把握して落ち着いて端前にね、つけれたのが良かったかなって思いますね。まあ、相手によってこう、端前から行かないといけないデッキとか、結構ケツから組まなきゃいけないデッキとかあるんですけど、まあここはね、相手が小型呪文しかないんで、
いい感じに組めたのかなと思いますね。まあ、1枚抜けて、まあ、ほっと一息って感じですね。まあ、この、相手のレイン、もう、あれなんですよ。KK を抜いて、で、その時のプレイがめちゃくちゃうまかったんですよ。そう、KK がめちゃくちゃ相性取られてるってわけじゃないですけど、完全に、なんだろう、完璧にこう、KK が動かされてる感じで、そう、で、めっちゃ負けちゃってたんで、そう、なんでね、まあ、ここは一発抜けてよかったって感じですね。まあ、なんですけど、まあ、次がね、まあ、皆さんおなじみのね、まあ、やっぱりこう、英雄系ルシオプが待ち構えてるので、そうですね、まあ、ここは絶対に抜かなきゃいけないなと、いったところで飛ばしていきたいと思います。はい、始まりました。なんですけど、ここね、まあ、相手が、なんだっけな、ロイホグか、ロイホグの、なんか、ムート、オリファイオン、みたいなやつかな。まあ、ちょっと、多分、なんか、これ、テンプレでは、ない形、あるのかな、あるけど、あんま見ないデッキなんで、まあ、俺用に、こう、1枚、数枚入れ替えたとかだと思うんですけど、多分。そう。で、まあ、一貫してリクメタですね。やっぱりこう、なんだろうな。まあ、檻と、まあ、マジアチャとムートと、みたいな。ハンターとか、ハンターいたよな。確かハンター入れて、みたいな。大体後ろからね、親衛隊出してきたんで、でこれね、手札ね、最初やばかったんですよね。ケツマジアチャに対してポイズンしたかったんですけど、ポイズンがなくて、アイスウィズで手前でトルネ引くのも違うしなと思って、シャーナシナイト合わせて、まあ、ポイズンって、ちょっとそこの時点でもう、若干エリアが取られてるって感じですね。で、まあ、ここで起動するんですけど、まあ、ちょっとそれ、ちょっとエリア取られてるのも AK が知ってて、ここで始まりマジでうまいですね。こういうところでね、やっぱ序盤稼がれるのがやっぱ嫌なんで、後半ね、遅延すからやっぱ強くなって入らなくなるんでね、序盤でこんな感じで稼がれるのがきついですね。まあ、でも、キング起動結構、まあ、最小限に抑えれたかなって。まあ、この始まりマジでもう、まあ、読めれたら完璧だったんですけど、さすがに、エリアで取られてる状況で、始めマジアチャ読みナイトとかして、マジアチャ来なくって、後ろから回収されてもう一周攻められたら、もうね、タワー折れちゃうんで。まあ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 、まあまあ、シャンヌシかなって感じですね。まあ、ここは3アウトぐらい取ってる。相手後ろから出してきて、あ、そうですね、折り出してきて、後ろから、あれですね、アイスイズなんですけど、これハンター切ってから、まだ1枚しか切ってないんですよ、相手が。なんで、次ベビースキャラしたら、ハンターが抑えなくて、しかも檻も、これベビーが釣れない位置なんで、ここは絶対スキャラ打っていいと思ってスキャラ打ちましたね。そうで、相手ハンターがなくて、ここでまだ回ってなくて、シャアなし、後ろからマジアチ出して、やっとハンター回って、ここで後ろから出てくるのかな、確か。そうですね。まあ、なんで、まあ、スキャラっていうよりかは、まあ、ベビーがめちゃくちゃ入ったっすね。うん。まあ、こう、オリスキャラポイズンとかだったら、まあ、全然逆に入んなかったんですけど、まあ、ベビーをね、始まりにつけて、ポイズンを打たないっていうね、選択のスキャラが結構良かったですね。で、ここはナイト出して、速攻ポイズン回して、ポイズンっていう感じですね。うん。まあ、こう結構完璧だったんじゃないかな。うん。で、ここは、相手が、また、始まりとかすユニットいないのと、まあ、親衛隊後ろから出してくるかなと思って、こう、後ろ親衛隊されたらちょっとだるかったんですよ。そうなんで、スキャラ打って、ちょっと稼いで前の方に出してもらいつつ、まあ、マジャズガもね、出てきたんでちょっと美味しかったですね。で、ここをあえてベビースキャラ打たなかったのは、マジャーチャーを逆線に出てくると思って、回収にこのようにね、ベビドラを出すことによって、逆サイド絶対抑えられるんですよ。で、片方に集中、ナイト、オリ、アイスウィズ、トルネで抑えられるので、そうしたかったんで、ベビドラは防衛に温存しましたね。さっきは攻めで刺さったんですけど、一旦温存ですね。で、ここはめちゃくちゃいい防衛して、で、その後スキャラですね。で、まあ、こう、リオで抑えてきて、また相手がね、攻めにハンター使ってて、こうベビ抑えらんないんで、で、相手がここで後ろに待ち合わせてきたら絶対攻め取るんでしょって決めして、こう攻め取るんですね。で、ベビが数発とアイスビーズ入って、ここでね、アイポイズンで終わりという感じで、この立ち回り完璧だったんじゃないかな。結構良かったですね。結構良かった気がする。まあそんな感じでね、まあ1本、2本か、取ることができて。まあこれね、ボムターだったら相性完璧なんですけど、オリであることによって、ロイホグだけだったらいいんですけど、あ、ムート入ってねえか。あれ、親衛隊だ。親衛隊いたか。親衛隊がね、マジでだるいんですよ。本当にだるくて、テンプレ多分ムートだったと思うんですけどね、オリ入ってたら、ムートだったと思うんですけどね。なんかまあ、お礼用ですかね。なんか陸対策でかな、多分。あと、俺が前回一回ね、ノバに、ラバル出して、CRS にね、ボコボコにされたんで、まあ、それで空来ない読みとかだったのかな、わかんないですけど。なんか、ずいぶん、こう、なんか、陸がモリモリのデッキが来ましたね。めちゃくちゃ。まあ、そんなところで。ここもいい防衛でしたね。完璧に全然入ってなくて。で、ハンターないから、ベビースキャラーですね。ぶっ刺さったですね。いや、これマジ嬉しくて、俺が AUK 抜くと、最後、俺がもし、L シオープに負けたとしても、あれなんですよ。で、麦対エルシオープがあるので、まあ、そこで麦が AUK エルシオープ残ってるのと、俺がもし負けても、麦対エルシオープだけってのは全然状況が違うんでね。ここ抜いたのはマジででかいですね。うん。
で、最後やるショープ。俺最後、こう、何にしようかなって迷ったんですけど、もう一個、もう二個が、もう二個持ちデッキあって、まあ、それは言えないんですけど、もう二個持ちデッキあって、それと、まあ、あと、遅延スケラ連投か、あとは、なんだ、エリゴレですね。か迷って、まあ、エリゴレもプレイ良かったんで、まあ、遅延スケラ連投、まあ、ちょっと怪しいかな、みたいな。エルショープってね、神技とかもめっちゃ得意なんですよ。で、神技ってこう、インダルとか入ってるんで、結構なんか遅延スケラ際どいんだね。あれにしましたね。エリゴリにしました、ここは。さあ、じゃあ試合まで飛ばしていきたいと思います。はい、ということでね、開始します。よいしょ。なんですけど、まあ最後ね、エルシオープが、まああれですね、ロイフグかな、ロイフグの、クエイクロイフグか。いや、でもマジこいつ防衛うまかったな。まあなんか、俺がでも最後見ればわかるんですけど、まあ最後に俺がミスっちまって負けたんですよ、結局は。結局はこれ、なんか勝ち方を知らないと、エルシオープの方が相性がいいんですけど、あの、勝ち方を知ってると、俺がミスしなければ 100% 勝てるマッチアップなんですよね。そう。なんですけど、あの、勝ち方を。で、俺はしかも知っていたので、勝ち方をね。そう。なんで、ここはね、トルネでめちゃくちゃいいキング起動できましたね。で、ここは相手が、なんかワンチャン足してくるかなと思って、こうちょっとね、ババにかかるようなヒースピーを出すんですけど、まぁ、ちょっとなんか微妙なヒースピーになっちゃって。まぁ、でもここね、アドは取られちゃいるんですけど、なんか、こいつ円形で、なんかアド取られてるぐらいがね、ちょうどいいんですよね、ほんとに。あの、相手が出してきたカードに対してこう合わせるだけなんで。そうそうそう。で、これにまぁ、後ろからベビーかな。うん、合わして、で、そうですね。まぁ、マスク相手がケツから合わせてきて。って感じで、まあ別にここまでは悪くないですね、全然流れとしては。うん、なんならめちゃくちゃいい。完璧まであるですね。で、ここはヒーラーですね。ヒーラーから繋げて、で、相手がここ確かロイフォグ繋げてきたんかな。で、これライドラ、絶対ロイフォグ来ると思って、ライドラで合わせるか、めちゃくちゃ迷ったんですけど、まあ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 、アンパイつって、バボガイできましたね。まあ、ここはさすがにクエイク打たれても、ヒーラーが盾になってるんで、バボガイ壊れないんですよ。さすがにロイフォグだけじゃ、キング起動もしてるんで壊れないんで。これやりゴブ絶対来ると思ってたんで、しまいにタルマを構えてたんで、めっちゃ速攻でね、打って、で、こう相手ウッドないんでね、ヒースピ追加してなんか咲かせようとしたらデリ出てきて、美味しいと。いったところでね、ここでアド取って、そうですね、まあ、ここね、ケツエリゴレするか、ちょっと迷ったんですけど、ヒーラーがないんで、エリゴレって基本的に、エリゴレの次にヒーラーを出すっていうね、あの、サイクルを作らないといけないんで、まあ、ここアド取ってたの知ってたんですけど、まあ、後ろからベビーでもう一回様子見っすね。で、ケツヒーラーして、ここで確か、回ってきて、そうですね、ババゴヤ。相手がクエイク打って、まあ、左側ももう攻めようかな、みたいな姿勢を作ってきて、って感じですね。で、ここはヒーラーと、で、相手また、その、大型呪文がないので、ここつけたらね、割と勝ちかなと思ったんですけど、ここの檻見たことねえ位置で、なんかめちゃくちゃ、ヒーラーとドラドラ部隊を分断されて、でも攻め取るね、打つんですけど、なんかね、で、このトリトンもめっちゃうまいんだよね。そう、後からこう攻め取るね、打つまでこう、トリトン温存してマスク引っ張ったの見てから、低め、キング起動トリトン。これがうまいね、マジで。なんでこんなエリゴレの受け慣れてんのってくらい、マジで、完璧な分断されて、いや、これね、結構普通だったら折れてたもおかしくないぐらいの、結構いい攻めなんですよ、俺も。耐えて。で、このベビドラめっちゃ良かったですね。やりゴブから消すベビドラ。して、ここを取るねと、まあ、シャーなしのヒースピーですね。で、まあまあまあ、最小限で抑えて、こっからっすね。俺は、ここで、ババゴヤを、マスケを倒せたんですよ。そう。で、ババゴヤ立てて、クエイク打たしてからのケツエルゴレが、もう完璧な流れだったんですね。そう。で、ここでクエイク、かな打たれたんだよな。確かクエイク打たれたと思うんですけどね。そうですね。で、ここでケツエルゴレするんですけど、これ見てほしいのが、俺が 8.5 エリーぐらいでエリゴレを出しちゃってるんですよ。で、これ本当に俺緊張してて、あと1枚抜いたら、もうね、麦にこう負担をかけずに、まあ、次のセットに運べるっていうのもあって、俺が抜いたらなと思ってて、こう緊張しちゃってて、ここまでマジ完璧だったんですけど、ここ唯一いけなかったのが、まあ、ミスってほどのミスでもないんですけど、ケツエリゴレをするときに、これそう、8.5 エリ、なんなら8エリぐらいの時にケツエリゴレしちゃってて、でもこのケツエリゴレってめっちゃ深い話していいですか？エリゴレマニアからの深い話をするんですけど、エリゴレって、ケツ2倍タイム、3倍タイム入ってる時に、エリゴレ出して、ヒーラー出して、で、ヒースピードラドラでエリゴレを回すんですよ、基本的には。で、2倍タイム入ってると、それができるんですよね。で、ヒーラーって今浮いてるから、エリゴレの前行っちゃうんですよ。なんですけど、ギリギリ2倍タイム入ってて、10エリでエリゴレを出していれば、8枚エリゴレが間に合うんですね。そう。なんですけど、ここ8エリで出してしまったことによって、ここから、ヒーラーをね、出すんですけど、
あの相手のこうね、でドラドラヒースピで回すんですよ、ここも。でその回し方も完璧で、ドラドラヒースピで回して、で端前エルゴリするんですけど、これがねちょっとヒーラーが若干前に行っちゃってて、トリトンにぶち抜かれてるんですよ、ヒーラーを。でここヒーラー抜かれたので、ここ俺攻め取るんでしないで、あのエリゴレからのヒーラーのこのサイクルを作れてるんで、もう一枚あのあれなんですよ、追加ヒーラーをしてから、このドラドラをね完璧に延命してから、やるべきだったんですよ。そのなんだろう、あれもね、なんだっけ、攻め取るんですね。なんですけど、まあ、マスキャ2体いて、トリトンも端っこにいたってことで、まあ、先に攻め取るにしてしまって、まあ、この攻め取るでも、あのトリトンに引っ張られてるのがエリゴレで、足元にヒーラーが1体いたら、めちゃくちゃいい攻め取るなんですけど、ヒーラーがいない状態で攻め取るにしても、陸取るね、あ、陸ユニットをね、こう引っ張って回復してくれないんで、ドラドラがね、死んじゃうんですよ、ここで。そう。で、なんか、相手もこれうまいのが、ババにクエイクを打つんですよ、空中で。基本タワーと被ってないのに、ババにクエイクってから、クエイクデリで、ババとドラドラをね、処理してたんですね。これがうまい。で、こうなったらもうエリゴレ終わりっすかね。フルブッパタイムした後に、守られたら基本的にエリゴレはアドを取られて詰むんで、まあ、これはちょっと終わっちまったかなって感じっすね。で、ここもベビーとか間に合うことができずに、まあ、GG と、はい、いったところで、うわ、マジかよって感じっすね。いやあれだって俺が10エリでケツからエリゴレ出すだけで 100% 勝ってたんですよ。もうですよ。まあさすがにエルシオープがめちゃくちゃいい、普通ならあれでも折れてるレベルなんですけど、まあエルシオープがねめちゃくちゃいい防衛してて、そう、それもあったんですけど、俺がなんだろう、本当に冷静にもうエリ溢れてもいいぐらいだったんですよ。なんなら10コスエリゴレできるなら。いやでもケツエリゴレして、あそこまで完璧な耐えをして、いやーマジかーっていう、もうこれの俺のこのせいでこのセットをね落としてしまって、いやーマジでね、もう本当に最悪でしたね。いやもう思い出したけど、もう顔がマジで熱くなってくる、マジでやべえ。いやーこれよくねえなー、マジで。この攻め取るのもよくないっすね。絶対ヒーラー追加してからじゃないとドラゴンが死んじゃうんで、こうしてから攻めてるんだったら、またねこのライドラもフルになってこのデリで死んでないんですよ、まだ。そうなんでね、いやーマジよくなかったな、本当に。いやーまあ悔しいですね。まあここも取れなかったのもあって、自分が担当したセットが今回 2v2 と、まあ、勝ち抜きですね、まあ、どっちもこうあと一歩っていうところで勝ち切ることができずに、まあ、どっちも落としてしまったんですよね。いやーこれマジで戦犯ですよ、本当に。まあ、KK とかも結構落ち込んじゃいたんですけど、まあね、あんだけ 1v1 ですけど、やっぱ対策はされるんで、だからこういうたまに出るやつが抜かないといけないんですよね。いやーマジかって感じですね。これ本当に俺もずっと言ってたんですけど、血液リゴレマジやっちまったつって、熱くなってきましたね、本当に。いやーまあそんなところでね、今日のね解説は終わるんですけど、まあ運ではないか。まあ割と運ではないんですけど、まだ世界大会もね、ありがたいことにまあ残ってるんで、運がいいことにって言おうとしたんですけど、まあこれは運じゃなかったわ、世界大会は。そう、まあありがたいことにね、まだ、頑張るチャンスが、ね残されているので、まあこんなにね、まあ上手い相手とね、試合、こんな緊張感でね、試合できることもまあそうそうないので、ね、まあちょっとなんかまあ、言い訳なんですけどね、まあいい負けだと。思えるようにね、世界大会優勝したらね、これもね、すべて、あの時負けたんでよかったなってなるはずなんでね、また練習頑張ってね、違うデッキ習得して、やっていきたいと思いますね。はい。ってことで、今日はね、この辺で、またね、次は、3立て、しっかりね、勝ち切れる、選手にね、1ヶ月後にはね、なっていると思うんでね、引き続きね、応援してくれたら嬉しいです。ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、毎日投稿、ほぼ毎日投稿ですね、今日から再開するんで、ぜひ、チャンネル登録、お願いします。バイバイ。